よし、ここだな。ルイジが待ってるはずだ。おー、いたいたいた。おい、ルイジ。あー、兄さん。ようやく来たね。いや、待ちくたびれたよ、ほんとに。で、ここは一体どこだった？ここはね、公園だよ、公園。公園か。いいね。たまには公園いいね。でっしょ。滑り台とか、ほら、ブランコとか、ブランコとか、ブランコとかいっぱいあるから。ブランコと滑り台しか言ってないし、ブランコ3回言ってるよ。なんなんだよ、そのブランコ落ちは。まあ、とにかく、とにかく、とにかく遊ぼう。こっちはこっち。いいね、公園。うん、いいよ。そうだね。久しぶり公園で遊ぶな。そしてこれは最初はやっぱり滑り台。いいね。まずは滑り台だよな、ルイジ。そうだね。これはとりあえず滑り台だね。まあでも奥の方に行けばあのブランコもあるから。うん、ブランコもあるからね。だから何なんだよそのブランコ推しは本当に。まあいいけどね。じゃあとにかく滑っていこうかい。兄さん、ゴーゴー滑り台。オッケー、いいね。ゴー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 滑り台に乗っていく。ガガ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 ガ滑り台に乗っていく。面白いね、やっぱり滑り台は面白いね。このマリオメーカー2でも滑り台が楽しめるなんて本当にたまらないよ。ということで次はここ。これは丸々トランポリン。そうだね、このねドーナツみたいなのを丸々って言うんだけど、これがトランポリンになってるから楽しい。トランポリンだね、本当に。イエーイ。まっすぐ飛べないところがまあまあ難しいんですけど。確かにこれまっすぐ飛べないね。一回絶対斜めになってずっと無限に飛ぶことはできないのか。こうやってオッケーオッケー、バランスを取ればなんとか飛べるかな。ほいほいほい。無限に飛べるか、まるまるジャンプ。無限に飛べるか、まるまるジャンプ。無限に飛べるか、交代でまるまるジャンプ。無限に飛べるか、まるまるで無限ジャンプ。なんか無限ジャンプになってる。まるまるジャンプだった。まあそういうなんかほらもうめんどくさいよ、買ったこと言うなって兄さん。まあ、めんどくさい言うな、それこそ言うな。とりあえずだな、これだな今度は。そう、これはねツタの登り棒。オッケー。ツタの登り棒っていうのもなんかおかしいけど、ツタの登り棒だよ。いいね、ツタを登っていくっていうのがね、これ楽しいよね。ツタを登った時はどうしてもね、このマリオとルイジどっちも背中になっちゃうのがまたね可愛いね。これいいね、いいぞ、結構いいんじゃないのこれ。ツタを登って、今下ってるけどね。ツタを下って、今は下ってるよね。ツタを登って下って、どっちかな。ツタを登る下る、どっちもいいね。オッケー。やっぱツタは登って下るもんだよな。うん、面白い。そうだね、やっぱりね公園っていうのはね、こういういろんな遊具があるから面白いんだよ。そしてこれだね。おお、これはベルトコンベア。これまあランニング的なマシンかな。なるほどね、ここでずっと喋れる、走れるわけだね。喋ってるわけじゃないでしょ兄さん。確かに俺は走ってるんだ。さあじゃあルイと一緒に乗ろうかな。そうだね、じゃあ僕が頑張って走ればいいんだね兄さん。そう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 、これで俺は一つも汗をかかずにこのランニングマシンで遊べてるわけだね。それじゃあダメでしょ兄さん。はい、おっと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 、ランニングマシンで二人で乗ってる、ランニングマシンで二人で乗ってる、ゴゴ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 ゴ、ランニングマシンで二人で乗ってる、ランニングマシンで二人で乗ってる、ゴゴ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 。オッケー、いい汗かいたぜ。いいね兄さん、いい汗かいたね。いやーやっぱね公園をね、いろんな遊具があるのが楽しいよね。うん、いよいよ来ました、ブランコです。ブランコだよここに。兄さんあるよブランコ。ほんとだ、ブランコだよこれ。やっぱブランコはブラブラするのが楽しいんだよな。そう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 、こうやってねブラブラできちゃうんですよね、こうやってブランコで。はい、ブランコブラブラ、ブランコブラブラ、一生懸命ブランコブラブラ、ブランコブラブラ、一生懸命ブランコブラブラ、一緒に飛んでいくかい、どこまでもって感じだね。いいね兄さん、いい感じでこのぴったりシンクロしてるよこのブランコ。ここまでぴったりシンクロするとさすがにいいね。よし、じゃあ次はね逆シンクロだな。確かにこれ、ね、外側、はい、はい、兄さん外、兄さん外、兄さん外、外外、中外、中外、オッケーオッケー、いいよ、来た来た、これでシンクロ率 100% でしょ。まあちょっとね若干ぶつかるねこれ。はい、トーン、はい、トーン、はい、ぶつかってる、ぶつかるイジー、はい、ぶつかマリオ、はい、ぶつかるイジー、ぶつかるイジー、ぶつかマリオ。シンクロはやっぱりこう同じ向きに動くのが一番やりやすいよね。そうだなルイジ。いやいいね、楽しい楽しい。久しぶりに公園に来たけどほんと楽しかったよ。でしょ兄さん。いや公園もねたまにはいいんですよ、本当に楽しいんだから。じゃあここの遊具で一番楽しかった遊具は何。そうだな、結構いろいろ遊んだよね。うん、
そうだな。でも俺はやっぱり一番最初に滑ったの、ブランコだよね。やっぱりブランコだよね。ブランコがどんだけ楽しいか分かってるよね、兄さん。さすが兄さん。いやいや、滑り台って言おうと思って。いや、ブランコでしょ。いや、分かってるよ。滑らんこでしょ。いや、滑らんこってなんだよ。そんなもんはない。いやー、分かってる。ブランコだよね。いや、ブランコ楽しいよね。いや、ブランコがね、この世界で一番楽しいと思う。だから、なんでそんなにブランコ推しなんだよ、本当に。じゃあ、一番さ、汗かいたやつどれだった？なんか楽しすぎて汗かいたやつ。そりゃもちろんあれだろう。ランニング。ブランコだよね。やっぱりブランコだよね。いや、兄さん、ブランコ好きすぎだよ。なんだよ、兄さんだってブランコ推しじゃないか。いや、俺、ブランコ一言も言ってないんですけど、全部ブランコにこう、かぶせてくるね。ルイジ君、どういうことだよ、本当に。なんで俺をブランコって、ブランコ好きすぎなんだよ、ルイジ。いや、だって、兄さんがブランコ好きだと思って、この公園に連れてきたんだよ。いや、最後にブランコ遊べるから、すごいいい公園でしょ。それはいいんですけど、なんでそんなにブランコなんだよ。いや、ブランコ好きじゃないの、兄さん。いや、ブランコ好きじゃないわけじゃないけど、今、その、何が一番いいって言うから。いや、分かってないね、兄さん。ブランコはね、世界を救うんだよ。どんだけでかい話なんだよ、本当に。ブランコで世界救えるのか。一体どういうことなんだよ、本当に。いいから、僕についてきて、ブラブラしてる場合じゃないんだよ。いや、ブラブラしてくれって話だよ。どっちなんだよ、本当に。ブランコはね、世界を救うんだ。いや、だからなんで世界を救うんだよ。いいから、こっちに来るんだよ、兄さん。本当に、ブランコの素晴らしさが分からなかったなんて、がっかりだよ。いや、がっかり刺されても、ブランコクレーンアスレチック。ブランコクレーンアスレチック、はい、来ました兄さん。ここだよ、ブランコクレーンアスレチック。これをやってほしかったんだよ。じゃあ先にここに連れてくればよかったじゃないか。なぜあんなにブランコを押される感じだったのかが分からなかったんだよ、ルイジ君。まあいいじゃないか。ここにね、来るにはやっぱブランコが好きじゃないと来ないでしょ。こんな奈落の底に落ちるようなブランコ、確かにね、危険すぎるな。こういうブランコか。なるほど。じゃあ兄さん、よろしく。僕はね、突っ立ってるから。なんだよ、そして突っ立ってるのか。そりゃそうでしょ。ブランコ一人ずつ行かないと危ないからね。まあそうなるのか。分かったよ。まあブランコはね、嫌いじゃないし好きな方であるからね。じゃあ早速この空中ブランコに行けばいいんだな。おお、すごいすごいすごい。怖いね、ルイジ。ここ。いやでもやっぱブランコはブラブラして楽しいでしょ。まあ確かに楽しいけど、さすがに下が奈落な場所は怖いんですけどね、マリオでさえ。大丈夫だよ兄さん。ブランコにちゃんと捕まって落ちなければ何の問題もないでしょ。まあ確かにね。じゃあそういうルイジだって行ってこいよって話でしょ。うわー、来い来い来い。いきなり話すのなしでしょ。でも楽しいだろ。ブランコはやっぱり自分でやってこそでしょ。わー、ブランコはやっぱり自分でやってこそでしょ。わー、ブランコはやっぱり自分でやってこそでしょ。わー、兄さん、何やってんだか兄さん。いやー、ちょっと甘く見ちゃったー。甘く見ちゃったー。甘く見ちゃったー。ルイジはね、兄さんもね、やっぱブランコ難しいな。タイミングがずれるだけでも一瞬で奈落の底だぞ、ルイジ。そうだよ、だからこのスリル満点な感じが好きだからブランコを押してたわけですよね。スッスッスッと行くね兄さん。いや、さっきのでね、結構慣れてきたよ。ほら、いいだろ。おわっと、遠いな。え、これ行けるのか。いや、行けるのかな。ルイジ先にゴー。ルイジ先にゴー。ルイジ先にゴー。行けないんですけど。え、ルイジが落ちちゃったよ。なんてことするんだよ兄さん。僕は僕は僕はとんでもないな。ルイジが何回も落ちる間に行かないと兄さん。行かないと兄さん。行かないと兄さん。だ、ナイス兄さんです。やったな。すごい、奇跡的に行きましたね。そうだね、二人でブランコやってると結構いいね。奇跡な感じが楽しいね。奇跡だね、本当に。奇跡だね、本当に。奇跡だね、本当に。もうね、一人一回落ちるともう元に戻れません。兄さん、落ちすぎ。ここ結構距離があるからね、一人で行った方がいいのか迷うところですけど、ルイージージャンプ OK。 来たよ兄さん。そうだな、そこにちょうど近くにブランコがある。近くにブランコがある。近くにブランコがある。まったく兄さん、何やってんだよ。ほら、ブランコに捕まりなよ。 OK、 捕まった。いや、ここちょっとね、大変になるね。よし、これでいける。さあ、ここタイミング。人が乗った後のブランコブラブラしてるから本当危ない。さあ、ここ兄さんの頭踏んでのブランコにキャッチできない。ブランコにキャッチできない。ブランコにキャッチできない。できないんかい。いや、惜しかったね。いい動きだったよルイジ。しかし結構難しい、やっぱり。さあ、ここまで OK。 ここ良さそうだぞルイジ。確かに着陸できそう。着陸します。 OK ルイジ。怖いねここ。ブランコいっぱいあるね。しかし、いやー、てか怖いね。っていうか、ここに来たかったんだろルイジ。そうなんだけど、こんなにねポンポン落ちるとは思わなかったんだよ。確かにね、かなり落ちてるからね。
さあルイージの頭を踏んで、アクロバットいけない、アクロバットいけない、アクロバットいけない、何やってんだ兄さん、かっこ悪いね、かっこいいルイージが見せてあげるよ、このそっ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 とかじゃないのか何言ってんだよもう、そそそそそでしょ、いやだからそそそそそってなんだよわあ次は見てアイスになってる、アイスブランコ、なんかちょっとどっかで滑ったりする場所があるかもしれないしな、気をつけろルイジ、まあでもルイジならそそそそそでさっさと行けるんだな、いやでもねやっぱこ怖いよ、いきなりそんなそそそそそなんかできないし、何なんだよさっきのそそそそそは、素晴らしい動きをしてたんじゃないかルイジが、いやそうなんだけど、まあまあでもあ見てピンクコイン、あれは2枚あるみたいだな、これは取ってこその何か難しいって感じかな、よし兄さん2人に分かれよ、そうだな1人が落ちても大丈夫だからこれでさらに兄弟の力を振り絞っていきましょう、そうだよもう落ちたらもう終わりだからね、アクロバッティング、オッケー、アクロバッティング決まりました、ナイスルイジ、やっぱアクロバットな動きをするとかっこよくて気持ちがいいネット、さあルイジどうする、もちろん兄さんの頭を踏んづけてからのあっちのブランコに行きますよ、はい兄さんの頭踏んでゴー、オッケー行けました、ナイスルイジ、いいぞ、さあじゃあ俺は普通にルイジが揺れているやつに乗って、さらに行けない間違えた、行けない間違えた、行けない間違えた、兄さん今一つ飛ばししようとしたでしょ、バレた、いけると思ったんだけどね、いやここ結構ね慎重に行かないと危ない、そそ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 、だから何なんだよ、そそそそ、うわーうわーうわー兄さん何やってんだよルイジそそすかしいんだよ本当に、あそういう意味のそうだったのか、いやそういうわけじゃないんだけどねよしじゃあとりあえずねここの先の方に頑張っていきましょう、さっきよりは行かないとな、さあ行くぞ、マリオのそそ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 、マリオはそそそそそさっさと行くから、そそそそそ、へい、いい感じでガンガン行ってます、さすが兄さんすごいすごいスピードだよ、怖い怖すぎる、落ちたら終わりなのにそんなスピードで行って大丈夫なのかい、オッケー結構いいとこまで来たんじゃない、さあルイジは上に行きたい、だー行けない、行けないんか、なんとかしてここは二手に分かれたいところですよ、そうだね兄さんナイス、オッケーいいよ来ました、兄さんこっち了解、さあここはね二手でここ一個飛ばし行けそう、オッケーオッケーどこがオッケーなんですか兄さん、間違えもいいとこですよ、いやタイミング、ここ結構落ちるからね難しいよ、さあここでまずルイジの頭踏んでからの、ダメだね兄さん全然ダメだよ、ここ距離がありすぎる、うわ難しいな、とにかくあーとにかくあーとにかくあー間違えた。だからなんでさっきを間違えてんだ本当にルイジ。いやなんかね、なんかジャンプしちゃうんだよね。よし、結構さっき言ったからね。さあもう一回このスーパージャンプハイスピードで急ぐマリオで行ってきましょう。はいはい。さあこれでどうだ。結構いい感じ。行ってる行ってる。どんどん行ける。結構行ける。まだまだ行ける。いいね兄さん。ガンガン行っちゃってくれ。もうブランコはねなんか怖くなってきた。ブランコ好きだったんじゃないのかルイジ。いやそうなんだけど、ここのブランコはやっぱりおっかないよ。オッケー。2つ目のピンクコイン。やったよ兄さん。鍵ゲット。オッケー。これはじゃあさっきより進んでるぞ、ということは鍵ドアがあるってことか、鍵ドアがどっかにあってさらに難しい場所があったりするのかな、これ以上難しい場所があるなんて嫌だな、さすがにね、オッケー氷のブランクはこれで攻略、さあ次はどうなる、おおクリアだけど鍵ドアがあるからね、さすがに行くよね兄さん、これは行くでしょ、俺たちはスーパーマリオブラザーズだ、行かずしてどうするって話でしょ、さあここはおっと、これだけやったー、全然なんか楽勝じゃないかルイジ、やったね、ここの先は何かあるのかな、さあどうでしょう、クリアー、やったー、やりましたー兄さん、いや結構難しかったねブランコ、確かに、まあ、ブランコがこれでね好きになったかっていうとちょっと怖くなったね、そうだね奈落ブランコは怖すぎるね、でもクリアできたんでいいね、はいということで今回はマリオメーカー2で遊んでみました、皆さんも空中ブランコ頑張ってクリアしてみてください、それじゃあ今回の動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく、アナケナファミリー他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください、それじゃあ次回の動画でまた会おう、バイバイ。